お寺。今日暑いね。本当に、なんか神社から出たら急激に暑くなったんだけど。今日夏って感じがするね。神社の夏すごいね。すげえ涼しかったよ。ワゴン。めっちゃ暑い。カルピスのさ、原液だけあれば十分だ。あれ一本でさ、何十杯飲めるから。でも高え。元気？うん。だってそれ一本買えばだってジュース何十本分なのかが安いよ。トータルで見たら。そう考えるとやっぱりね、かき氷ショップは最強です。いらねえ変態だよね、かき氷ショップ。熱いよ。あんたとでも行け。海。なんで本当に。本当に風圧がいるか。痛えよ。しかも体重増えてるから。増えてねえよ。あれ？そうだった？うん、減ってるよ。それは嘘だろ。なんで嘘つくんだよ、そんなんで。にしても暑い。暑いよ、今日。確か28度だっけ。28は。僕が地獄のような気持ちだ。今日、この気温差でと、今日熱中症になる人いるかもよ。うん、急に暑くなったら。まずギュッカー水木ね。赤ちゃんのミルク買ってあげなきゃ。ミルク何何せっかい人飲んでスンスン食べる。ゴイン。なんかいつもこうやって眺めてた大山をこの間登頂したから。より一層親近感は。ね。金時山も登りたいね。うん。
ご飯を食べよう。何食べようかな。タコちゃん。ストロークスンスンしてくる。ね、バンバン。リッティング。バンバン。野球年ポイント。出てなかったか。大丈夫、なんかぐったりしてね、暑くてさ。ちょっとだけ毛先切ろうかな。うん。少しポップの見た目のあれだけ変えないで、毛量だけ減らすか。はいで。バン。本当にやべえな、今日。こうしたらもうパンチで死ねって思ってるから大丈夫だよ。誰ポップ？おめえだよ。おめえ、ポップおめえってやりちゃったらどうするの。僕おめえでもいいですか、かわいいよ。あー、かわいい。